2005年 G1 チャンプはアイアムチュー。
ていく。ベンザンがまだ意識はないかと思われた。2連発、さあこれも返す、これも返した。見事なり小島、それでもすぐに起き上がる。お互い我慢ですよ、もうここね。重ねていく、ツームストーンドライバーを重ねていく。これはすごいです。これはエグい、踏み倒した。これは意識はない。これからも全然広いし出発していきます。よろしくね。そしてヌートラー今度は棚橋がもう一度飛ぶ。さあ G1 優勝に向けて入った。決まった。カウントリッター。デビュー8年目にして俺たちの舞台でもう一度プロレスを爆発させます。本当行くしかないですね。ここが勝負どころ。もう一発勝負決まった決まった決まった。頂点に熱く決まってカウントに行く。頂点は後藤弘樹。 G1 の G は後藤の G。 反骨心がありますものすごい競争ですよ。いったいった。キングコングにドロップ。カウントがある。中根浩二 G1 が初優勝。本当はよ、おめえらみたいな奴らには死んでも言いたくねえんだよ。死んでも言いたくねえけどよ、ああ今回ばかりはよ、サンキューな。一番すげえのは、一番すげえのはプロレスなんだよ。そしてツームストーン、ツームストーン。岡田の後ろを取ってレイプメーカー、レイプメーカー。岡田が勝った。24歳9ヶ月、史上最年少優勝は初出場で成し遂げました。そうです、グロリアー。うわー、そうですよ。来るのか、ライトー。そうですよ。いけー、バービアー。ライトー、そう、ライトー。ライトーが勝った。ライトーが初めて G1 を取りました。新日本プロレスの主役は俺だ。レインメーカー、カウンターで入った。レインメーカー2連発。そして岡田吠えた。もう一回いった。レインメーカー、それは決まったか。 G1 を岡田が掴んだ。レインメーカー、最後はレインメーカー3連発。岡田が立塚選手の勝ちです。俺が新日本プロレスの中心にいる限り、新日本プロレスに、いや、プロレス界に風の雨が降るぞ。さあ行くぞ。一途の愛のクライマックスを迎えている。ハイフライフォーを迎えた。これ受けたらダメだろ。愛しています。プロレスを愛しています。愛のハイフライフォー。Oh!
ありがとう。プロレスを好きになってくれてありがとう。そして会長をしてくれてありがとう。そして応援してくれてありがとうございました。まさかまさか、うわぁ、AJ スタイルズのスタイルズクラッシュだ。どうだ、うわぁ、全部全部ひっくるめて G1 を取りに行く。Good night. ケニーが読んでいた。ならばもう一度回した。全開意識のデスティーナ。さあ今度こそ、いや、これでも決まる。そしてもう一度行く。今度こそ、いや、完璧な形。成長デスティーナ。主役は俺だ。到着、登った、取ったら、あいつは逃げた。もう一発だ、もう一発だ、できましたね。中島も頂点へ、三度目の G1 制覇。いや、中島、松島、頂点だ。となる30回目の G1 ロード、ファイナルの舞台 10.18 両国で秋の最強戦士が決する。 Be the One レックプレゼンツ G1 クライマックスサー